ボルナイトは、15世紀中後期のホルチンブの統治者。モーリハイオウを殺して、オンギュートの最有力者となったが、オイラトのオシュテムルに敗れて衰退した。ボルナイトの父親バートル州司帝は、ホルチンブの統治者として、モンゴルのアダイハーンやタイスンハーンに仕えており、オイラトとの戦闘を勝利に導いたこともある、有力諸侯の一人として知られていた。しかしオイラトのエセン大使が、 ダイスン、ハーンと対立し、これを侵略して間もなく、バートル修士帝もまたエセンに暴殺されてしまった。モンゴル年代記の一つ、アルタントブチによるとエセンはバートル修士帝の暴殺後にボルナイも捜索していたが、ボルナイは、ソロングートのサンクル大とその妻、ハラクジンに助けられ、オイラとのイラチュバヤンの元に預けられた。イラチュバヤンはボルナイに、父母のことを知ろうとせず、 オイラとの人間として生きるよう語っていたが、ハラク人はボルナイが、貴人の生まれであることを思んばぱかり、自身の調子回しを使わしてボルナイを盗み出し、ホルチングの元に送らせた。ホルチングに至ったボルナイに対し、弟のウネボラとはボル、ナイフ在時に自らが、ホルチングを統治していたことを誤り、ホルチングの統治権を返上したという。以上の逸話は、猛古源流にはない記述であり、 猛古源流では、ウネ・ボラトの存在にしか言及していないことからボル、ナイト、ウネ・ボラトを同一人物であるとする説も存在する。エセン大使は1453年に、ハーンに即位したが、間もなく殺され、モンゴルでは、マルコルギス・ハーンを擁立した、ボライ大使が有力となった。ボルナイが、明朝の記録に初めて登場するのは、アマネ7年のことで、この時ボルナイは、 マルコルギソハーンと共に明朝に社者を派遣している。この時ボルナイは、西王を称しているが、これは、明朝の役官が同じ音である、聖王を訳し間違えたものと見られ、実際に後に死者を派遣した際には正しく、聖王ハイろの、と記されている。聖王という称号は、ジョチカサル屋当主が代々修法してきた風号であり、明朝の伝える、イラのが、ジョチカサルの末裔で、 ホルチング統治者である明白な証拠となっている。聖火元年、ボライ大使はマルコルギスハーンを刺略し、ボライもまたモーリハイ王によって殺された。モーリハイはボルナイと同じくオンデュートに属する人物でモーランハーンを擁立することで有力者となった。聖火三年にはボルナイはモーリハイと連名で二度明朝に社者を派遣しており、両者は協力関係にあったものとみられる。 翌制か4年、モーリハイは、モーランハーンを侵略したために殺された。モンゴル語資料では、モーリハイを殺した人物を、ホルチン部のウネボラトとするが、明朝の資料では、ウネボラトに関する記述がないこと、後にボルナイが、モーリハイの勢力を吸収していることなどから実際に、モーリハイを殺したのはボルナイではないかと、推測されている。ボルナイは、 モーリハイを殺してその勢力を吸収したものの、モーリハイほどの影響力を行使できず、新たにハーンを擁立することもなかったためモンゴルは10年近い空位時代に突入した。聖火5年、ボルナイの勢力は内部構争を起こし、ボル、ナイ、カダブカ、モーリハイの息子オチライという三者の勢力に分裂した。さらに翌く成6年にはボルナイは、オイラと脳してムル大使との戦いに敗れ、 ド乱ランの統治する占い、脱勘 A に逃れ、ボルナイの進化の一部は、明朝に投稿した。オシュテムルに敗れた後のボルナイに関する記述はなく、この後まもなくボルナイは亡くなったものとみられる。ボルナイの後には、弟のウネ、ボラトが、ホルチン部の統治者となった。モンゴル年代記の一つ、久し川の流れに助地化さるからボルナイに至る系図が、記されている。 谷口1980、290、8ページ、名演奏実録、天根純7年6月定外、北馬カ古寺、吉尾思王、万夏奏王、平野西王、右と徳骨県庁牧寺等、東黙高等府花等、各県東黙アローデ等200人、来町久米谷口1980、301から302ページ、名県総実録成果3年3月期中、 北西王廃炉の、後進を思う、里外県出身、六平小百281人来庁、聖火3年4月土の絵馬、北、廃炉の、け里、と、外島元県市長高想欲遣い方シの上二千二十12ページ、名県層実録聖火5年11月乙美、自廃らブラッ自層アダ札、文、しかも伊蔵、廃羅人、バオロゴマガワ、コ占い花王西北。 小木里返し日やかご、大西郎、名剣層実力聖火6年5月木のととり、はい、らの大応年ためやしつちょうぼくじ杯、日本占い、脱刊栄、金宝マタウン、律州到来、二子のとりこいえども、敗亡のあまり、しかもブラクなおた、名剣層実力聖火6年5月公演、わとととも北らの部下、ためやしつちょうぼくじ書杯、ご来光、ありがとうございます。